おはようございます私は成長の絵本部講師の小池清明です。本日は谷口淳子成長の絵城跡会総裁の著書「46億年の命」をテキストに「自然と親しむ生活をしよう」というテーマでお話しいたします。近年気候変動による大規模な自然災害が世界各地の人々の生活に多大,大な影響を及ぼしています。国内の例を挙げれば 昨年は7月に西日本豪雨が発生し、川の堤防が次々に決壊するなどして、約200名の方が亡くなりました。また9月には台風21号の影響で、関西空港が猛烈な高潮と高波に襲われ、滑走路が冠水し、利用者や従業員ら、最大約8000人が一時、空港に孤立状態になるなど、空港が機能停止に陥りました。 これらのことから人類はどんなに科学技術を発展させても自然界からの影響とは無関係に生きていくことはできないということを実感します。さらに私たちは太陽の光、土、空気、水など自分たちで作り出すことのできないたくさんの恩恵を自然界から受けています。私は約6年前に成長のの国際本部の移転に伴い東京から山梨県に引っ越してから 自然の偉大さに改めて気づくようになりました。それは家庭菜園で野菜を育てるようになったからです。私は菜園に苗を植える時、周囲の雑草は適度に買って少し残します。雑草を全て抜くと土が乾燥しやすく砂漠のようになってしまいますが、少し残すと雑草が適度に畑の水分を保ってくれるからです。時々刈り取った雑草を野菜の苗の根のそばに敷いて、 米ぬかをふりかけますするとその草が少しずつ枯れて分解されていきます土の中にいるミミズや虫の幼虫ワラジムシやダンゴムシなどの小動物がその枯れ草を食べて適度に糞をしてくれますその糞の中に含まれていた有機物は小動物よりさらに小さい微生物たちが分解して土の栄養になりますそして野菜の成長を助けてくれます あとは自然の疲れに任せれば野菜が育ちます。野の,の草は人が土に栄養を与えないでも立派に育っています。それは巡る季節の中で生えては枯れる葉や枝が土の中のたくさんの種類の微生物によって分解されているからです。菜園ではそのような素晴らしい自然界の循環活動が行われ生き物たちの楽園になっています。数年前まで私にとって野菜は お店でで買う一つの商品にすぎませんでした。しかし自分で野菜を育てるようになってから野菜は自然からの頂き物であると思うようになりました雨が降り太陽が照りいろいろな生物や草や野菜が共存して育っていってくれる姿を見ると自然界はいろいろなものの助け合う力があってこそ生きていくことができることが分かって感動します野菜も私たちも 自然界で生かされている存在なのだということを知り、感動しました。本日のテキストの203ページから204ページに、谷口淳子白跡会総裁は、自らが菜園を楽しむ理由を述べられています。一部省略しながら引用します。私は時間に余裕があるわけではないが、それでも暇を見つけては、野菜や花をせっせと育てている。理由は簡単で、花が咲いたり、 野菜が収穫できるのは楽しいからだ。もちろん途中にはさまざまな世話がいる。雑草を抜いたり必要な場合は支えを施し虫がついたり弱っている時にはそれなりに世話をする。私が世話をするといっても本当は太陽や水土昆虫などの力で植物は育ち花が咲き実を結ぶのである。人間が世話をしているのではなくて 植物に人間の方が世話をしてもらっているのかもしれない花や野菜を育てることで人は心が満たされ豊かな気持ちになるだから育ててもらっていると言ってもいいのだろうそのように考えると人間は周りの環境によって本当に生かされているのだなと思う引用を終わりますさて自分で野菜を作ると自分の住んでいる土地の季節の野菜が何なのかを知ることができます 私の住んでいる地域では、初夏にはジャガーモやキャベツを収穫し、真夏にはトマト、枝豆、ピーマン、ブロッコリーを収穫します。また、秋から冬にかけて、小松菜、カブ、大根を収穫します。数年前の冬に、初めて収穫した大根を切って、家の軒先に干しましたら、2週間ほどで切り干し大根ができました。私は生まれて初めて自分で作った切り干し大根を見て、 ああ、これは冬の寒風を受けでできた自然からの恵みだ昔の人はこうして冬の保存食を作っていたのだと思い感慨深くなりました今はスーパーマーケットに行くと一年中ほとんどの野菜を売っていますしかし自分で野菜を育てているとなぜ冬にトマトやキュウリがあるのかと疑問を持ちます冬場に季節外れの野菜を店頭並べることは温室で栽培する際に石油が使われて 環境に負荷がかかりま,すまた化学肥料を使って短期間で大量の農作物を生産すると頭上に大量の化学物質が蓄積され土壌汚染の原因となりますまた遠方から運んでくると二酸化炭素が余計に排出されますさらに農薬を使用することで土の中の虫たちを排除してしまい生態系に悪影響を与えます私たちも野菜も虫たちも 同じ生命の兄弟だと思うと申し訳ないような気がします。無農薬で化学肥料も使わずまた石油を使った温室栽培をしないとなると自然の影響をもろに受けます。私が子どもの頃から両親は無農薬で作物を栽培する農家から野菜を取り寄せて購入していたから覚えていますがそのような野菜は気候の影響を受けるため旬の野菜の出来具合も一定ではないのです。 ある時は玉ねぎが取れすぎたため我が家に段ボール1箱分も届いてしまい1週間連続で我が家の夕食には玉ねぎ料理が出されたことがありましたしかし無農薬無化学肥料で栽培された野菜ですから安全性はこの上ないものですよく考えると自然のきを受けるということはその都度収穫できたものに合わせて料理のレパートリーを考えるなど自然に寄り添う食生活をするという おおらかな気持ちで食事をいただくことが自然に親しむ生活ではないでしょうかそこで成長内では現在低炭素のつまり二酸化炭素の排出が少ないために環境への負荷が低い食生活をお勧めしていますそれは地産地消春産春消を転がけましょうということです地産地消とは地元で生産された食材を地元で消費すること春産春消とは その季節に収穫されたものを、その季節に消費することです。ここで本日のテキストの43ページを引用します。人間は地球の生態系の一員で生態系が損傷されれば、人間にとって生きにくいところとなる。そのことを知れば生態系を健全に保つことが、人間の生存を確保し、幸福につながるということがわかる。生態系を健全に保つには、 これ以上二酸化炭素を排出してはいいけないのだ続けて本日のテキストの44ページから45ページを引用します。遠くから運ばれてきたものが地元のものより安いというのは地球生態系への影響をコストに入れれば本来ありえないことだ。目の前の安いものを買うか将来のことを考え少し出費が増えたとしても地元の食材を買うかである。答えは明らかで。 今出費が少し増えたとしても二酸化炭素の排出抑制ができたら長い目で見たら安かったと言えるのだ。できる限り二酸化炭素の排出を軽減しようという基準で生活をし買い物をすることが地球の生態系を守り未来の人類の命を救うことになる。最近のスーパーマーケットでは地産地消コーナーを設けるなど地元の食材を消費者の目につきやすいように置くところも多くなりました。 そういったなるべく環境に負荷を与えていないものを選択することから私たちは自然を大切にした生き方ができると思います。また食材以外でも私たちが二酸化炭素をなるべく排出しないライフスタイルを送るために心がけたいことはたくさんあります。これまでのような大量生産大量消費の時代に別れを告げ自然に優しいライフスタイルに転換するにはお金をかけてたくさんのものを個人個人が所有する生活から。 知り合いや地域の方々と助け合いながら、ものを共有して使うライフスタイルに変われば良いと思います。正常な国際本部の職員住宅には、カーシェアリングといって、乗用車を共有する仕組みがあります。私の住んでいるところは田舎ですから、車を一家庭に2台持っている家が多いのですが、共有する車を自分が必要な時に借りることができます。また時々しか使わない大工道具や農機具、 時々しか読まない本など自分は持っているが他の人は持っていないものを声を掛け合って職員同士で共有するようになると無駄にならないだけではなく経済的にも助かります成長の世の国際本部森の中のオフィスでは毎年12月に森の交友会という職員同士のプレゼント交換会がありますがその会のコンセプトではプレゼントは全て手作りで自然素材のものまたはリユース リサイクルの素材を使うことになっています。この試みも新しい商品をプレゼントして新たに買うのではなく自然の中にあるもの家で使われなくなったものを素材に自分で手作りをするということですので社会一般の大量消費の考え方とは全く逆です。私が昨年作ったのはクリスマスとお正月両方に使うロリースです。作り方はさつまいものつるで輪を作り そこに近くの林の中で見つけた赤や黄色の実やどんぐりなどを飾っていきますこれは楽しい作業でしたまた数年前のプレゼント交換会では私は理念の記事で作ったマイバッグをもらいましたどなたかが作られたのかいまだにわからないのですがいつも買い物をするときに使えるよう折りたたんで持ち歩くなど大変気に入っています手作りのものにはなんだか温かみを感じるからです ここで本日のテキストの19ページから20ページを一部省略しながら引用します。自分の手を使ってものの命を生かし何かを生み出す行為は昔から人間がしてきたことだ。それが現在は自分の手を煩わさなくても美しく上手に作られたものがたくさんあり、お金さえ出せば手に入る。便利ではあるが消費をすることによって生活が支えられているだけでは、 私たちは満足できないものに振り回されている感じがするからだ手作りの価値を尊重するのはそんな人間の本性から来ているのだろう自分の行為が人の役に立っているそう思えるとき人は生きがいを感じる心を込めた時間の集積そこにも手作りの価値がある人とのつながりの中で手作りを大切にしていきたい引用を終わります最近はテレビや新聞のニュースなどで プラスチックのゴミ問題について目にすることが多くなりました石油で作られたプラスチックはレジ袋やペットボトルのほか私たちが買う食品の保存容器など多くの用途に使われていますこのプラスチックは分化されにくく海はかわれ長い時間をかけて細かく砕けた大量のプラスチックを食べた海洋生物が消化することができず死に至るということもあるそうですまた細かく砕けたプラスチックは海に流れてきた 農薬や化学物質を吸い寄せ、それを食べた魚を人間が食べるとなれば、私たち人類にも被害が及ぶことになります。ですから私たちもできるところからプラスチックの使用量を減らすという取り組みができればと思います。例えば買い物にはマイバッグを持っていく、長時間の外出の場合はペットボトルの飲料を購入しないでマイボトルを持っていくなどが挙げられると思います。私は数日間の出張にかける際には、 マイボトル、マイ箸を持ち、初日の移動の際の昼食は、おにぎりなどの簡単な弁当を持っていき、なるべくゴミが出ないようにしています。ここで本日のテキストの102ページを引用します。一人一人の日常は限られた狭いものである。その中で私たちは自分中心に物事を考えがちだが、その習慣を少し方向転換させ、他の人や生物、自然にも思いをはせて、小さな選択、 ささやかな行いをすることにより、自分も生かされ、多くの人や生物、自然環境へ良い影響を及ぼすことができるだろう。地球という広大な世界で、人間は空気や水、太陽、他の動植物など、あらゆるものに生かされて生きている。心静かにそのことを考えると、感謝の思いが湧いてくるのではないだろうか。引用を終わります。日々の暮らしの中で、 自分の生活と自然界とのつながりに思いが至らないことがあるかと思います。しかし、庭やベランダで花や植物を育てることでもよいので、もっと自然と触れ合うことで、人間が自然に思いを馳せることができるのではないかと思います。私は菜園での野菜作りを通して、自然への感謝の思いが深まりました。また、時々仕事で行き詰まってどうにもならない状態になると、自転車に乗って森の中の道を十数キロ走ります。 時々休憩しながら体いっぱいに自然を感じると大自然に生かされているという喜びを感じます私たちは自然界に生かされているだから私たちは自然をもっと生かしていくそういう生活が人類のこれからの進むべき道だと思います昨年の春に我が家の庭に八つのチューリップの花が咲きましたしかし実際に冬場に植えた球根は二十個でした苗の近辺にあちこち穴が開いているのを見ると どううやらら地中の小動物に食べられてしまったようです。数年前都会暮らしをしていた私でしたら獣害対策をしていたところですが今の私は自然界の生き物たちと共存していることに喜びを覚えていますので「ああ20個の球根のうち12個は小動物たちのビュッフェ食べ物となったけれども残りの8個は私たち人間が鑑賞できるように残してくださった」と譲る気持ちになりました。 成長の絵では、天地一切のものは神の命、仏の命の現れであると教えています。天地一切のものとは、山も川も草も木も鉱物もエネルギーも自然界に存在するすべてのものを意味しており、天地万物とも表現することがあります。成長の絵では、これらは神様仏様が作られたものであるから、感謝すべきものであると説いています。このように人間は自然界の動物、植物、 ほ物すべてのものを愛する心を持ち、自然に親しむ生活をすることが大切なのだと思います。以上、5週にあたり、放送を担当させていただきました。お聞きくださいました皆様に感謝しつつ、皆様のご多幸を心からお祈り申し上げ、私の話を終わらせていただきます。